いつもご視聴ありがとうございます。コウボトモチャンネルです。今日は新しいラジコンを紹介します。それはコミカルマイティフロッグ。おやっと思いしているかもしれませんが、フルオプ仕様です。そしてなんとモーターは横もの 10.5 ターンブラシです。はい、やばいやつが現れました。はい、こちら走らせていきたいと思います。はい、操作はねファインスペックで行います。ゲストに遊べるようにっていうにはファインスペック最高ですね。じゃあスイッチオン。はい、ブラシレス 10.5 ターン。おお、おお、いやいやいや、これすげえな。ちょっと濡れてるんだよね、昨日の夜雨降ったからね。じゃあちょっとダート、フラットダート。おお、かっけえ。お、展開できない、展開ができません。展開、いやすごいね。けど案外横転しないね。あ、ちなみにねバッテリーはリポバッテリーです。おお。じんわりスロットル開けないと。暴力的な加速。最強。
はい、ということでね、今回はコミカルのマイティフロックフルオプション仕様ブラシレス 10.5 ターンを走らせてみました。これね、意外と走り良かったんでね、じゃあ次はね、本格的なサーキットで走らせてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。